はい、こんにちは、えにくまです。あんまり言語学っぽくない講義 A の第7回、教科書の第7章をやります。第7回第7章、明示的意味と、非明示的意味、一はじめに今日のところは理論的な話で難しいかもしれない。これまでも、理論の説明だったが、今回は、他の説と比べるというのが入ってきている分難しい。前回やった通り、発話解釈とは、意図された明示的意味、非明示的意味、コンテクストの組み合わせを見つけることです。 コンテクストについては、もうやったが、発話がなされた物理的な状況ではなく、話し手の想定で、コンテクスト的想定とも言う。残りの明示的意味と非明示的意味が、今回のテーマです。なお、明示的は e x プリシッ i 非明示的は i m プリシットの訳です。91話者の明示的意味と、非明示的意味の区別は、どのようになされるべきかこれは、理論をどを作るべきかという話です。これまで、明示的意味と、非明示的意味の厳密な定義をしてこなかった。今回やるよ。 言語コミュニケーションと、非言語コミュニケーション明示的ということを考え始めるにあたって、言語コミュニケーションと、非言語コミュニケーションを比べてみよう。非言語コミュニケーションはある意味とても非明示的です。例えば、送り手は、受け手にウィスキーをいっぱい汚るつもりがある。このことを伝達するのに、いろいろな方法がある。1、受け手の空になったグラスを指さし、眉を上げる。これは、グラスに受けての注意を向けて、あとは、伝達的意図があることくらいしか伝えていない。 2. あなたの視線を捉えて飲む真似をし、バーの方に顔を向けて、目で合図を送る。これはもう少し細かい。飲む真似はおそらく飲むという行為を表そうとしている。3. ウィスキーをもう一杯汚ごりましょうか。という、これはもっと詳細です。 前も言ったが、人間は、1、2のように、言語なしでお育ができる。例えば、グラスを指さして、これはグラスだ、このグラスは空だ、このグラスは汚れている、これは、随分安物のグラスだ、などを表せる。この能力自体が、人間固有と考えられる。そもそも指さしが、他の動物は、理解できないらしい。人間の言語は人間がお育をより精密に、汎用的にするためにできたと考えられる。言語がしていることは、不合格アンコーディング、肌コーディングです。 例えば、ウィスキーと言う語で、酒の一種の概念を符号化している。符号化しているというのは、どの表現が何を表すのかが決められているということ。こういう符号がなくても、コミュニケーションできるのだが、精密さにかける。先ほどのグラスを指さすという行為も、どれを伝えるつもりなのか、言葉もある方が正しく伝わりやすい。 他にも、さっきの状況で、今度は、ブランデーをおごりましょうかということを伝えたい場合には、指させないので、ブランデーという子がないと困るというようなことも考えられる。不合化というのは、言語で表すということと密接に関わっているので、q 1だけでなく次の問いにもつながることになる。急に言語コミュニケーションと、非言語コミュニケーションの違いは、どのように説明されるべきかあまり以下では、非言語コミュニケーションは出てこないが、こういった違いも、説明できる理論が望ましい。 二明治的伝達の本質グライスの理論の協調の原理や会話の確率は、非明示的意味に関してのものであって、明示的伝達については、今から見れば手薄だった。その部分を、関連性理論が、どう考えているかのお話です。2.1明示的伝達と、複合化明示的伝達と、非明示的伝達の違いを、我々は、直感的に認識できると、教科書では言っている。本当かどうかわからないが、教科書の例では、4、A、ピーター、関連性理論4だ、読んだ メアリー、難しい本は読まないは、5名字的に伝達されたこと、メアリーは難しい本を読まない、6非名字的に伝達されたこと、メアリーは関連性理論を読んでいない、となっている。確かに、伝達されたことに3つのレイヤーがあるというのは言えそうです。常に伝達されたことが3つのレイヤーに簡単に分析できれば良いのだが、そうではない。例えば、7、A、Peter, is J.Y. coming to the lecture?、B. もう Y, シーズ 1, ジェンはインスカミングトゥーザレクチャー、93, 7B で伝わる位置は明示的か非明示的か直感では明らかではないので直感によらず厳密に定義する必要がありそうです。これに関して説が大きく分けて2つある関連性理論やグライスは説2です。 ただし、グライスと関連性理論は全く同じではない。説一明示的意味言語的に、符合化されたもの全部非明示的意味推論によって、復元されたもの全部説二非明示的意味推論によって、復元されたもの全部ではなく一部明示的意味言語的に、符合化されたもの全部その他の推論で、復元されたもの。今後の流れは、説一を否定に。に一説二の中で、グライスの考えを否定に。に に、するというもの。説1をめぐって事実、7bcs。語用論的推論矢印。1gen は i ン s c ミ m グ i n g to the lecture。c が gen のことで、いつの後ろの省略された表現を補うのには、語用論的推論が必要です。1は、符号化されたことではない。矢印説1に従えば、1は非明示的意味。つまり、イムプリタチャーです。このこと自体に、不都合はない。問題は、これで、他の例を説明する場合や、理論全体として、問題はないのかということです。 例えば、8、愛想ハーダック。言語的に、曖昧に私は彼女が首をちぎめるのを見た。3、私は彼女のアヒルを見た。矢印どちらかに決めるのに御用論的推論が必要です。矢印説1に従えば、メアリーが8を発話して伝えた、銃弾を避けるために銀行員、ハーが首をちぎめるのを目撃した、もう非明示的意味です。これでいいのか説1の問題は以下です。 愛服合化、推論の区別と、明示的、非明示的の区別が一致することになるが、同じ区別を提案しても、あまり意味がない。もっとも、これ自体は強い反論ではない。E 符合化された意味は、完全な命題ではない。07B。しかし、節1では、それと同一視されることになる話し手が、明示的に伝達した意味、0個は、完全な命題という直感がある。完全な命題未満のものを、話し手が、言語を使って、明示的に伝達したというのは、直感に合わなそうです。 愛、愛、愛、八に、八に私は彼女が首を縮めるのを見た、と三私は彼女のアヒルを見た、という符号化されたにつの分の意味がある、八を、ある状況で、我者が発した場合、両方が、明示的意味というのは無理です。そもそも、話し手が、明示的に伝達しようとした意味が明示的意味なので、私は、メアリーのアヒルを見たと、伝えようとした人が、私は、メアリーが首を縮めるのを見た、のようなものを、明示的に伝達しようとしたというのは無理です。 では、8を発した場合の明示的な意味は何かと考えると、説1では、明示的意味とは、御用論的推論なしで、複合化だけで得られるものだから、2私は彼女が首をちぎめるのを見た、5は、3私は彼女のアヒルを見た、となります。御用論的推論なしでは、どちらかを選ぶ前段階で止まってしまう。 だからといって、8は明示的な意味がないということにしてしまったら、曖昧な表現がある発話は、みんなそうなってしまう。ということで、説1は関連性理論では採用しない。2.2明示的伝達ということは、w h a セット説2を関連性理論では採用しているわけだが、問題となるのは、94、推論によって復元されたものは、どこまでが明示的意味かどこまで明示的意味に入るかは、議論の余地がある。グライスも説2だが、一部の範囲が関連性理論とは異なる。 説明示的意味イコールでない言語的に符合化されたもの全部非明示的意味イコールでない推論によって復元されたもの全部明示的意味言語的に符合化されたもの推論で復元されたものの一部というものです。 慣衆的願意規約的願意コンベンショナルイムプリタチャーまた深入りしないが、グライスは慣衆的願意コンベンショナルイムプリタチャーをという概念を提唱している。例えば、節と節を次のようにバットで繋いだ場合、アンドで繋いだ分にはないものが伝わる。4ジョンライブズインロンドンのは Y ライブズイントックワイオ o 5ジョンライブズインロンドンバットモもワイライブズイントックワイオ o マットを使った話では、ジョンがロンドンに住んでいるということに、焦らして、メアリーが東京に住んでいるという事実が意外なことになるということを伝えようと意図していると考えることができる。もっとも関連性理論では違う考え方をする。 こういうバットの意味を、監修的眼意規約的眼意と、グライスは呼んでいる。監修的というのは、猫と言ったら日本語の監修ではあの動物、英語の監修ではキャットと言ったら同じ動物、というような符号化されたものが、普通監修なのだが、眼意の中に、監修的であるものがあるという風に言っている。これは、関連性理論では否定している。参照、コンベンショナルイムプリタチャー規約的眼意御用論キーターム辞典。さて、もう一つのグライス理論のキーワードがある。言われたことはといずセット。これは、グライス理論の専門用語フレーズです。 イムプリカチャーと対比される。グライスは、これが発話の明示的意味と考えていた。というか、多分、ワットイズセットという言い方が先にあって、後の人が、明示的意味という概念をワットイズセットをスタート地点として考えたのだと思う。ワットイズセットは言われた言葉に、符号化された意味から構築されるが、グライスはワットイズセットを命題としても捉えている。 例序分なら話してが断定したことで、進化義が決められる。命題を把握して、それが確率に違反しているとしたら、会話の含意を計算しなければいけないことになるから、What is トは確率に違反しているかどうか判断できるくらいに完全なものでないといけない。例えば、6、He went to the bank の What is Z を得るには、He が誰か、バンクはどてか銀行か、さらに、教科書には書いてないが、The bank はどの銀行どてか、これを、ご用論的推論で補う必要がある。 例えば、7ナナチョンは三菱東京 UFJ 銀行高田の馬場駅前支店に行った。これで進化以下判断できる命題になる。当然、What is トには御用論的推論が関わることになる。明示的意味を以上で定義された What is トとする考えだと、節設1の問題愛から愛、愛、愛がどうなるかを考えてみよう。グループディスカッションしたいけど今は無理ですね。結果、愛の問題は解消する。符号化されたものだけが明示的意味ではない。E も解消する。What is トは命題です。 アイ、アイ、アイ、ワット・イズ・セットは曖昧性除去が終わったものなので問題解消です。どうやら、グライスの説は、説1より良さそうだ。でも、他の例も見ると、問題がないわけではない。グライスのワット・イズ・セットは、符号化された意味に、最小限の御用論的推論を施していられる命題と言える。しかし、これを明示的意味、つまり話してが、発話で、明示的に伝えようとした意味と考えることが難しいことがある。例えば、10、A、アラン、ウッド・ワイ・オー・ライク・ト・ゥト・ハブ・サパー・ウィザース・ト・ナイト。 リサのサンクス、アイブイーテン、リサのニアい目を最小限の御用論的推論で命題にするなら、愛をリサにして、あとはせいぜいイーテンの後ろにサムシングで持たすだけでよい。そうしてできるのは、ハチリサハズイーテンサムシング。これの現在官僚家たちが不合化しているのは、何かを食べたという出来事が、今より前に起こったということ。あとは過去形との違いとして、それが現在と何らかの関わりを持っているというくらいのところまでです。 リサが生まれてから今までに何かを食べたことがあればシントゥルー。リサが何も食べたことがなければギフォールスニーブなる。普通は当然シントゥルーになる。だがこれだけのことを伝えるためにリサがこの二めを発話したとは考えられないし聞きてもこれをリサの明示的意味としては受け取らない。このことだけではノサンクスの理由にもならない。 それよりも、旧リサは、その日、夕食をすでに食べた。リサが伝えようとしていたと考えられるのは、こっち。つまり、その日夕食をすでに食べたということで、そう考えればのサンクスの理由として理解できる。この例では、不合化された意味に、指示対象不要一義化妥協することで得られる What is トは明示的意味ではないということになる。明示的意味を得るのには、指示対象不要と、一義化以外の御用論的推論も必要ということになる。 こういった問題から、What is トは伝えようとしたことでなくてよいし、命題でなくてもよいと考える者も出てきた。関連性理論は、どうしたかというと、そもそも What is トという用語を使っていない。 次に、関連性理論の明示的意味に関する考えを見る。2.3明示的伝達と、関連性理論 EX プリカチャミンヒョとイムプリカチャアンイスイーグライスの What is トに関する問題として、10、B のような場合、What is トが話し手の明示的意味とは考えられないということがある。それと関連して、話し手が明示的に伝達しようとした意味を復元する際に、なぜ聞き手がやって良いことが、指示対象不与と一義化に限られているのかというのも疑問として出てくる。 それに限らず、他のタイプの語用論的推論も加えて、復元できるような話し手が、明示的に伝えようとしたことを、関連性理論では EX プリタチャミン表意という、非明示的に伝えようとしたことはイムプリタチャアンイスイという、授業では教科書に従って、民意イ意という言い方をなるべく使うようにする、読み方は、名意と安意が正解です。 そこで、授業の最初に言った、発話解釈とは、意図された明示的意味、非明示的意味、コンテクストの組み合わせを見つけることというのは、この用語を使うと、発話解釈とは、話しての意図したみ、あおい、コンテクスト的想定の組み合わせを見つけることと、言い換えられる。 教科書で関連性理論の枠組みでの安易について重要な点というのが2つ上がっているが、これはわかりにくいかもしれない。関連性理論の枠組みでの安易について重要な点が一般に、安易とは意図されたコンテクスト的願意のことである。コンテクスト的願意というのは、右だけからも出てこないし、選ばれたコンテクスト的想定だけからも出てこないが、組み合わせると出てくるもの、当然明示的ではない。 それを聞き手に抱かせようと話してが意図していた場合、安易となる。つの重要な点からの帰結として、つの結論が上がっているが、結論一つ目は、ここから帰結する。これは、人へに用語が変わっただけ。帰結、安易は、ミーと適切なコンテクスト的想定から演繹されなければならない。いい発話には、聞き手の関連性への期待を満たすのに十分な安易がなくてはならない発話に、関連性があるには、認知効果がないとダメです。 コンテクスト的眼位は認知効果の一種なので処理コストに見合うだけの十分な愛があれば関連性への聞き手が満たされる。ただ、これは言い過ぎ投げがする。まず、認知効果はコンテクスト的眼位だけによって得られるのではない。不確かなコンテクスト的想定を強化する場合や既存のコンテクスト的想定を破棄させる場合も認知効果がある。 それは、ともかく、関連性の期待を満たすのに安易が必要で、安易は、民意とコンテクスト的想定から演繹していられるので、そこから結論の二つ目が出てくる。聞き手が符号化された分の意味に、どこまで御用論的推論で、肉付けして、民意にしてよいかというと、関連性の期待を満たすだけの安易が、その民意とコンテクスト的想定からの演劇によって出るようになるまでということ。さっきの IV 点の例を使って、具体的に考えてみよう、のサンクスと言われたアランが、なぜ断ると思うのは普通です。 そこに関して、情報が得られるという期待をもとに、IVE タンを解釈する。どうやって、ご用論的な推論をして、民意を得るのだろうか。アイガリサというのは、場面から明らかだからいいとして、言語表現から、心的百科事典の E ピンク、食べることに、関することにアクセスして、11人は、普通一晩に夕食を、2回食べたいとは思わない、という想定を得る。これに従って、12、A、リサハズイーテンサパーオンザイーブニングオブザアタランス。 という民意、そして安易を11と 12A から演劇している。これがなぜ断るという疑問の答えになる。だから、12A まで民意を膨らませてよい。民意をどこまで膨らませるのかにも最適の関連性の当選手が関わってくる。明示性の度合い民意を得るのにどれだけ御用論的推論が必要かは当選場合によって異なる。だから、どの発話の民意も等しく明示的とは考えない方が良い。明示性の度合いというものが考えられる。これは複合化と御用論的推論の割合による。 例えば、13c, jen why is coming to the lecture の民意の方が 13b, シ e i z の民意のよりも、明示性が高い、明示性が高い民意を強い民意、明示が低い民意を弱い民意という。 ただ、明治性の度合いは、このように、同じ民意を伝えるための複数の表現については決められるが、民意が異なる場合は、比較できるのかわからない。最後に、民意の復元に、必要な御用論的推論をまとめておく。愛一義かこれについては、もうやった。いい方はこれは、指示対象付与と、省略した主語を補うのようなものが含まれる。10B の愛をりさ、E い点の目的後にサパンを補うというのが、これにあたる。 イアイ自由格中一義化しなければいけない表現は辞書で決まっているし、法話が必要な表現も決まっているが、辞書でどうなっているのかとは関係なく発話をより特定的に解釈するのが自由格中です。十 B のその番にという部分を補うのは自由格中です。その番にというのは、E との意味構造からは補う必要が出てこない。最適な関連性の期待を満たすには補う必要がある。アイブアドホック概念構築。これは、後の週に詳しくやる。例えば、一郎は怪物だ、とか。 さて次は三、姫路的伝達の本質三点一、姫路的伝達と直感姫路的伝達にはいろいろある。新しいイユ輸中国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。川端康成、雪国、アイロニー十一、A、今度のバーベキューパーティー、行ったら楽しいかな ?B、なじみのメンバーばかりで楽しいに決まってるじゃん。9 5 B の発話がアイロニーとなる状況は これは普通のやりとりに見えるが、実際のコンテクストでは A さんは同じ結婚相談所のパーティーに長いことよく行っているため、パーティーで新しい人に出会うことは少なくなってしまった。この場合はアイロニーになる。ちなみに B さんはエニグマです。ウィット、即興的で頭の良さを感じさせ、面白いもの。例えば、12、アットキングフィシャー0423、髪の毛の交代度が激しい。とツイッターで言われたそんなさよし、髪の毛が交代しているのではない。私が前進しているのである。というようなもの。 知的文体とりあえず詩を一つ挙げます。13日比谷萩原京次郎1925強烈な四角鎖と、鉄火と1作軍隊と木金と、勲章と名誉高く高く高く高高高く高く高くそびえる首と中央地点、日比谷間接的な返答これは、すでにやった。例えば、A、何食べたいですか ?B、ビールが飲みたいです。A、はぁ、あ、ため息。 ため息さっきの例にあった、明示的意味は、漠然としたものであることが多く、言葉で言い表しにくい。解説として言い表せても、意味が歪められる。例えば、14JAMES and Angel、というのを1 5 j ー m e s バージョンはナイスグッド、とすると、元の効果が失われるような感じ。96明示的意味を、解説のために言い換えると、元の効果が失われるのはなぜか 例えば、さっきの14、B、馴染みのメンバーばかりで楽しいわけないじゃん。13も、普通の言葉では言い表せない。もちろん、これらの表現は何も表していないわけではない。無意味ではない。ただ、意味が明示されていないということ。97、非明示的伝達で伝わる内容を、どのように説明するべきかさてここで、おさらいクイズドーン15。A、太郎、お茶いかがですか ?B、花子、さっきコーヒーを飲んだばかりです。ここから、太郎に以下の想定が顕在化した。C、花子は、コーヒーを飲んだばかりだ。D 花子は今お茶を飲みたくない。太郎の家のコーヒーが昨日そこをついた F。今日帰りにコーヒーを買って帰ろう981。B をすべてあげよ。2。安易をすべてあげよ。米印話での意図と関係なく聞き手がいろいろ妄想したことは安易ではない。さて、姫路的意味がどんなものか分かったところで説明を見ていこう。グライスの願意の説明算つとも関連性理論も同意している。 愛願意とは、話し手が信じていると、聞き手が考えざるを得ない思考想定だ。グライス理論では、そう考えないと、話し手が、協調の原理解話の確率、少なくとも前者に従っていると考えられなくなる。関連性理論では、協調の原理確率は、採用していないが、上の性質には同意する。い、e、い願意は、推論の過程を通して復元され、計算可能だ。15、B、花子の、さっきコーヒーを飲んだばかりですという答えは、一見、少なくとも量の確率、自分の貢献を、供給以上の情報を与えるようなものにするな、と。 関連性の確率に違反しているように見える。しかし、花子が強調的でないようには見えない。 花子は、さっきコーヒーを飲んだばかりだから、お茶を飲みたくない、ということを、含意していると考えれば、花子の答えは、量の確率にも、関連性の確率にも、違反していない強調的なものとみなせる。関連性理論は、こういう推論ではないが、他の推論で、復元されると考える。この点に関するグライスの説明の問題点実際の復元される過程が、よくわからないことがある。21、22、君は、本当に身のこなしが言うが、矢印渋様、だね。 コンテクストと聞き手の身のこなしが優雅だが矛盾するということは矢印質の確率違反矢印でも協調の原理を守っていないとは想定できないそして不明な過程を経て反対のことつまり無様だということを言っているのだろう復元されるさてグライスの願意の説明見つめ愛愛愛願意は不確定で願意となり得るものが複数あることもある例えば16太郎今夜高校に行肉花子明日面接なのよ99花子の答えにはお互い愛入れない二通りの願意が考えられる 花子が背後に持っている理由と一緒に考えてみよう。109876543210はい答え。願意候補1合コンに行かない。矢印面接の準備が必要。体調を整えたい。などからそういうことになる。願意候補2合コンに行く。矢印合コンで初対面の人と話す練習をしたい。などからそういうことになる。これの問題点九中複数ある願意の中からどうやってどれを選ぶのか上のどちらの願意も一見違反している確率は同じです。 91不確定性と計算可能性はどうやって両立するのかという問題もある。ということで、グライスを離れて4関連性理論による非明示的伝達の分析4.1案易された結論案以された前提関連性理論では、案易は意図されたコンテクスト的願意と考えている。 コンテクスト的が安易は認知効果の一種で関連性の期待を満たすために必要なのであった。安易は、ミート、コンテクスト的想定から論理的に導き出される。このことで、上のグライスの説明で、不明な過程になっていたような部分はなくなる。では、例を見よう。17、A、ピーター、美味しいインド料理屋を見つけたよ。今度一緒に、行く ?B、メアリー、辛いものは苦手なのよ。 ピーターの質問にメアリーは直接答えてはいない。しかしメアリーの発話を向けられたピーターは最適の関連性の期待から自分の質問の答えが得られることを期待するだろう。まず B の民意は C。B から民意を復元。メアリーは辛いものを食べるのが苦手であると考えられる。これを得るには少なくともメアリーを復元する必要がある。これは法話です。食べるのがを補う必要もある。論理的には作るのがを補うことも可能です。例えばパティシエにカレー作ってに対する返答。 これも多分法話です。メアリーの発話のミート、聞き手の期待から、次のコンテクスト的想定に容易にアクセスできる。D。百科事典的知識からのコンテクスト的想定。インド料理は辛いシート D から論理的に導き出せるのは、E。 コンテクスト的想定。メアリーはインド料理を食べるのが苦手だ。さらに、百科事典的知識として、F メアリーは苦手な食べ物を食べにはいかない、のような常識にアクセスする必要がある。これを得るのにも、人は苦手なものを食べにはいかないものだ、というような常識が必要かもしれない。これといいから、G メアリーはインド料理をピーターと食べに行かない、という質問の答えが得られ、ピーターの関連性の期待は満たされる。92F のような常識は、わざわざ呼び出す必要が、本当にあるのだろうかある。 もしメアリーが好き嫌いをなくそうと日々努力している人で苦手な料理も美味しい店で食べて苦手を克服しようとしていることをピーターが知っているのであれば B から上と違った推論を経て H メアリーは辛い料理を好きになるためにピーターと一緒にピーターが美味しいと言っているインド料理屋に行くということを推論するかもしれない G、H は安易された結論というもう一種類安易として関連性理論で認められているのは安易された結論を導くため呼び出された想定です これは、安易された選定という、この例だと、どれでしょう ?109876543210、はい、答え、DEF。関連性理論では、これも安易、つまり、メアリーが、非明示的に伝えようとしている意味の一部だとされる。例えば、ピーターが A の代わりに、A、美味しいケーキ屋を見つけたよ。今度一緒に行くだとして、メアリーの答えが同じだとしたら、ピーターは、ケーキは辛くないよねと、言うだろう。これは、D、ケーキは辛い、という安易された選定を、ピーターが復元したからです。 この例では、主な関連性があるのは、結論の方だが、場合によっては、前提の方が、関連性が高いこともある。18、A、太郎、僕が書いた本、読んでくれた ?B、花子、バカが書いた本は読まないのよこの場合、C、安慰された結論、花子は太郎が書いた本を読まない。だが、D、安慰された前提、太郎は馬鹿だ。こちらの方に、太郎は反応するだろう。さてクイズ、93以下の考えは妥当か 聞き手が発話解釈のために呼び出すコンテクストは心理的なもの、つまり聞き手の頭にあることなのだから聞き手が知っていること厳密には本当は偽なのかもしれないが聞き手が死んだと信じていることに限られる1、0、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、はい、答え、妥当ではない。ここで興味深いのは D は太郎が自主的に呼び出した想定であるのだが太郎はこれを信じていないとしても呼び出せるということです。 だから、コンテクスト的想定の可能な範囲として、聞き手が発話を耳にする前から、死んだと信じていることとするのは問題です。ご用論の理論は D が呼び出せるということを説明する必要がある。関連性理論は、最適な関連性の期待から説明する。 もう一つ問題。94太郎が関連性の期待、漠然としたものでなく、質問をした直後であるという特定のものに、従って、花子の答えを、どのように解釈したのか考えよう。C&D のバッドエンドにたどり着く他はなかったのだろうか。109876543210 10はい答え。太郎は花子の発話を向けられたので、最適の関連性の期待、特にここでは花子が太郎の本を読んだかどうかの関心に導かれて、その答えとなる安易された結論を得るために D を導入したと。 考えられる。つまり、B のみ、e、と D から C は出る。一方、B のみー、e、に、太郎は、バカではない、を組み合わせても、C は出てこないし、もう一つの、花子は、太郎が書いた本を読んだ、も出てこないので、関連性の期待は満たせず、満たすには、D を導入するしかない。今日のおまけ、4ピリオドに3種類目の案易アレゴリーはヨシムユーラ2014。案意として、関連性理論で広く認められているのは、この2種類だが、3種類目を提唱している人がいる。3種類目として言われているのはアレゴリーです。 吉村秋子先生が2013年の御用論学会シンポジウムで言っていたものです。例えば、次は外国語学部英語専攻なのに中学レベルの英語もできない学生たちに向けて英語専攻の先生が書いたアレゴリーだとしよう。勇敢なステファニーちゃん19昔々あるところにステファニーちゃんという女の子がいました。ステファニーちゃんはピアノを毎週3、4回、6年間習いました。それでもピアノはほとんど弾けるようになりませんでした。どんなに簡単な曲でもまともに弾けません。それでもステファニーちゃんは諦めません。 高校、を卒業した後、音楽大学のピアノ専攻で、ピアノを続けようと思いました。ステファニーちゃんは、受験勉強をしても、ピアノは上達しませんでした。しかし、音楽大学の試験に見事合格。この4月からは、音楽大学でピアノ付けの毎日です。ステファニーちゃんは、将来ピアノを弾く仕事をしようと思っています。ステファニーちゃんは、どうなるでしょうか ?95 このアレゴリーで、筆者が伝えたかったことは ?109876543210 10、はい答え。 これでもって、二州諸君は、英語を毎週3、4回、6年間習いました。それでも、英語は、ほとんどできるようになりませんでした。どんなに、簡単な文章でも、まともに読めません。それでも、諸君は諦めません。高校を卒業した後、大学の英語専攻で、英語を続けようと思いました。諸君は、受験勉強をしても、英語は上達しませんでした。しかし、大学の試験に見事合格。この4月からは、大学で英語付けの毎日です。諸君は、将来英語を使う仕事をしようと思っています。 諸君はどうなるでしょうかってことを伝えたかったんじゃないでしょうかでは、96伝えたかったことは明治的意味非明治的意味どちらでもない。非明治的意味なら安易された結論安易された前提どちらでもない。これは明治的意味ではなく非明治的意味だろうけれども、安易された前提でも安易された結論でもないと、吉村先生は言っていた。米印符号化された意味が関与しているから明治的ではないのもうもう。 さらに、これは、演劇的推論ではなく、機能的推論だとも言っていた。関連性理論は、発話解釈において、機能的推論があるとは考えていなかったので、これは新しい論点です。ただ、安易された前提として、対応関係を、導入したらどうだろうか。21ステファニーちゃん矢印聞きてピアノ矢印英語、音楽大学矢印外国語学部英語専攻そうすれば、19と21から、安易された結論として20が、導き出せる。今日のおまけは以上です。 本編に戻る4.3強い伝達弱い伝達今度は17と次のやりとりを比べてみよう。19A、ピーター、今日何をして過ごすつもり ?B、メアリー、疲れてるのこのやりとりの場合、聞き手が安易として推論しなければならないものが17と比べてはっきりしていない。読書はするかもしれないけれども、水泳はしないだろうとか、コンテクスト的想定、コンテクスト的願意がいくつか上がることは確かです。C、 安慰された前提。もしメアリーがかなり疲れているのであれば、彼女は水泳ジョギング部屋の模様替えをしたくない。D。2。メアリーはかなり疲れている。E。安慰された結論。メアリーは水泳ジョギング部屋の模様替えをしたくない。ただ、どれもメアリー外としたものとは断定できない。記者会見で質問にはっきり答えない場合も、これに近い。こういうコミュニケーションが実際にある以上、ご用論の理論は、こういうものにも対応できないといけない。関連性理論では、コミュニケーションにも、安慰にも強いおいがあると言っている。 強い弱いは、ある命題を伝えようとする話での意図が、明らかな度合いで決まる。 つまり、関連性の期待を満たすための命題が、どれかはっきりしているほど、伝達は強い。その命題が、安易である場合、それは強い安易となる。例えば、17は強い安易を伝えている強い伝達で、19B はそれより、明らかに弱い伝達です。弱い伝達は、聞き手が、自由に選べる強くない安易をたくさん買い出す。5関連性理論と、伝達ここのセクションのメインは5.2003を読まないとわかりにくい。グライスの枠組みだと、強い伝達しか扱えないが、関連性理論は強いのも弱いのも扱えると言っている。 強い弱いは、非言語コミュニケーションにも当てはまる。強い例は、26A ある暑い日、ピーターとメアリーは、パリを歩いています。ピーターは、アイスクリームが食べたいと言います。二人が、角を曲がったところで、メアリーは、通りの先の方を指さします。そこには、アイスクリームを、売っている晩、屋台がありました。弱い例は、26B、心地よいある夏の日、ピーターとメアリーは、パリを歩いています。二人が、角を曲がったところで、メアリーは、通りの先の方を指さします。 そこには観光客が期待するような典型的なパリの風景がありました。弱い方は特定の何かに注意を向けさせようとしたわけではない。メアリーとしては風景を構成するいろいろな刺激が少しずつそれを処理するのに値するような関連性に貢献するようになるつもりです。 この場合、グライスの図式に馴染まない。グライスの図式というのは、以下のもの。発話者が、発話 X によって何事かを意味する。発話者が、その発話の際に、受け手の側に、一定の反応が生じることを、意図していること、情報的意図。しかも、また、自分が、そのようないと思っていることを、受け手に知らせることで、受け手にその反応を生じさせることを、発話者が意図していること、伝達的意図。気をつか1998、373。グライスは、話し手が、聞き手の思考に、直接変化を与えようとしているという図式です。 関連性理論では、思考そのものではなく認知環境を改変しようとしているという図式です。認知環境とは、その時点において、真であるとして受け入れることのできる思考の集合です。ご用論キーターム時点からです。真であるとして受け入れているではなく受け入れることのできるという可能性の話です。可能性が、実現する外然性が、伝達の強さに対応すると考えて良いのではないか。最後に、96、悲鳴示的意味を解説のために言い換えると、元の効果が失われるのはなぜか 絵の答えは非明示的伝達を明示的伝達に変えると伝達の強さが変わる。強くなる非明示的伝達を明示的伝達にすると想定される話し手と聞き手の関係も変わる。この答えの前提は以下のものです。 明示的な言語的刺激を解釈するのに要する処理コストより少ない処理コストで聞き手が補えるだろうと思われるものは全て暗黙り非明示的なままにして伝達を行う。どうやって明示的伝達と非明示的伝達の処理コストを比較したのかわからないが発話解釈はとても高速なので時間の観点からも言語を節約する方が早いと言えそう。 矢印明示的に伝えると、話では、聞き手が明示的に伝えなければ、解釈できないだろうと考えていることになる。普通、親しいものほど多くの知識を共有しているので、必要以上に明示的に伝えると、よそよそしい感じになるのかな ?22、A、花子、今日の飲み会、来たる ?B、純子、明日が、レポートの締め切りなのよ。これを、次の明示的な答えと比べてみよう。花子と純子の関係が変わった感じがする。C、F、 ジュンコ、今日の飲み会には行けない。なぜなら、今晩レポートを書く予定だ。そのレポートは、明日が締め切りなのだが、まだ完成していない。はい、今日の授業は以上です。今回で授業の前半、関連性理論の総論は終わりです。人間が、どうやって、言語コミュニケーションしているか、分かったでしょうか分かったら説明してみてください。109876543210 10。はい、どうぞ。次回からは後半、単語レベルの語用論です。ですが、次回とその次は、その下準備です。 チャンネル登録、高評価、動画の拡散で、応援よろしくお願いします。エニクマでした。参考文件は吉野のゆうら、アキコ、2014, デラバンスアナザー TYPay o ブームプリカチャー、プロシーディングズオブザ 16th c ン n f e r e n c e of the Pragmatics ー o u l Sheet Y pp. 379,386。ニコラス・アロット。コンベンショナル・イム・プリタチャー規約的願意。What is i と言われたこと。御用論・キーター・ム辞典、開拓者イ。ロビン・カーストンと。思考と。初は明治的伝達の御用論研究者特に2章。清塚角彦、飛行。1998. 役者後書き。ポール・グライス。論理と。会話。軽装処方。会話の。願意名解言語学辞典、三つよし。